見ろ、セザール殿じゃ。みんなで礼を言うとしよう。おや、あの方は。もう、なんなのこの霧。何にも見えやしない。シルビア、どうした？わからないわ。急に霧が出てきたの。気味が悪い。喘息。おお、光じゃ。霧が晴れるぞ。ここは一体。不思議なところ、まるで幻のようだわ。それにお姉さん、人のか、あなた、まさか。あら、あなたは叫ばないのね。私を捕まえようとしないし。珍しい人。驚かせてごめんなさい。私はロミア。機内が来てくれたのかと思って、つい飛び出してしまったの。ああ、びっくり。人魚って本当にいたのね。あと、機内は、ナギムナー村に住む人間の漁師。私はこの入り江で、彼を待っているの。私たち、結婚の約束をしたんです。結婚？人間と人魚が？そうね。私も最初は、そんな約束、叶いこないと思ってた。私たち人魚には、起きて、陸に上がった人魚は、再び海に戻るとき、泡となり消える。私たち人魚は、海を離れていき。でも、それを知った機内はね、私のために海底で暮らすと言ってくれたの。
海底王国の女王様も許してくださったわ。なんだか夢みたいなお話。でも機内が来ないの。一緒に海底王国へ行こうってこの入り江で待ち合わせをしたのに、機内が約束を破るなんて一度もなかった。あの、失礼を承知でお願いがあります。機内の様子を見てきていただけません？人魚の住む海底王国か。あ、ヨミヤ、あなたの頼みを聞いてあげるから、なんとかして私たちを海底王国に連れて行ってくれない？はい、お安い御用です。あなた方の船を人魚海底王国に行けば、海底に沈んだオーブの手がかりが得られるかもしれないわ。ロミアの頼みを聞。ありがとうございます。機内の住んでいる凪、迷わないようあなたの地図に印をつけておきました。どうか機内を見つけ出してくださいね。荒波のように男らしく、し、やだ、私なら。よーっ！
まり時だ。これ以上は。助かったぜ。はあ？ここがナギムナー村ね。ロミアに聞いた話によると世界一の真珠が取れるって有名だ。素敵。青い海、白い砂浜、きらめく真珠と屈強な海の男、うん、って何だか活気がないわね。屈強な海の男たちはどこにも見当たらない。なんか訳ありみたいだな、この村は。まあいい、厄介事はごめん。今から話して聞かせるのは、この村にこの世で最も美しく最も恐ろしい生き物の昔々、この村に大変腕のいい漁師がおりました。
漁師は村、村長さんは漁師を痛く気に入って自慢の一人娘と婚約させ、村長さんはこれで一安心、漁師と自慢の娘。しかし突然平和な日々は消え去りました。漁師は真っ暗な海に沈んでいきます。光る真珠が蛍のように見えました。漁師の前に現れたのは、それはそれは美しい人魚でした。人魚、生きたいならば魂をくれ。それから何日が過ぎたでしょう。村人は漁師がもう死んだものと小さなお葬。その時驚くべきことが起こりました。死んだと思われていた漁師が、いいなずけは大層喜んで漁師を看病してあげました。漁師はまるで別人のようでした。日がない一日ぼーっと海を眺めて、ついにはいいなずけを捨てて海に出るぞと暴れるようになる始末。村長さんは漁師をひっ捕らえると、二度と、こうして人魚に魂を食われた漁師は、暗く寂しいシジマが発見、さあ今日はここまで。続き、に人魚怖え、にうわぁ。おや、旅人さんですかい。 おばあちゃん、私たち漁師の機内を探しているの。この村、おや、まあ珍しいことじゃ。あんた方はあの子のお友達かい。機内、あの子なら今頃西の海ですじゃ。この村を襲った化け物イカ退治に、村のあんた方、機内に用があるのなら化け物イカを倒す手伝いを。しかし気をつけるのじゃぞ旅人さん。海、
いたいた、あれがクラーゴンを倒しに来た。ねえあなたたち、そっちに来ないって人いる？あら、あの人たちなんか言ってるわ。遠くてよく見えな。上だ。おい、嘘だろ。頑張るわ。Yeah.
命を再び。火炎陣！腕が鳴るの。癒すわよ。なんの覚悟しなさい。でよやるじゃないの、リホイミ。